ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラなんです。今回はガンダム試作4号機ガーベラの、バックパックの制作をやっていきたいと思います。で、今こちらにはバックパックのパーツを、切り出してるんですけれども、特徴的なのはこのパーツですよね。今回のキットの中でも一番大きなパーツ、バックパックに接続するスチルームブースターの、パーツになります。で、こちらが、バックパックには、3つ接続されますので、計6枚ですね。これ両方合わせて、1つのパーツにこんな感じになりますので、計6枚ありますね。ということで、いつも通りこちらのスミレ塗料を使って、スミレからやっていきたいと思います。こちらのパーツ、墨入れが完了して、あと艶消スプレーもかけました。そして、こちらのウェザリングマスターでの着色も完了しています。で、それから、こちら、この色が違う部分はシールを貼ってます。で、こちらはシールを貼った上から艶消スプレーをかけた状態ですね。結構ね、サイズとかぴったりで、非常によくできたシールでした。それではこちらを組み立てていきたいと思います。ガンダム試作4号機ガーベラのバックパック完成しました。これやっぱりすごいですよね。このバックパックの部分はですね、この真ん中の部分は全然普通の感じなんですけれども、このブースターですね、この3つのブースターがかなり存在感あります。てかもうかなり長いです。で、一応こんな感じになるんですよね、こう背中にくっつきますので、こんな感じでこのちょっと支えがついて、こういう感じで飾ることにはなりますけれども、これ単体で見ると本当すごいですね。で、今回こんな感じでバックパック完成しましたので、次回は武装のパーツですね、シールドとかライフルとか、そのあたりのパーツを製作していきたいと思います。